ジェローム法制に財宝を見せるイワン来ーモスクワ会社は、モスクワ大公国会社とも呼ばれ、イギリスで初めての直居会社として設立され、当時のモスクワ大公国との貿易を独占した。あとのイギリスのアジア向けの東インド会社、新大陸向けのハドソン湾会社などの宣弁をつけた。あとに、ロシア会社とも呼ばれた。イングランドでは、メアリー一世。 モスクワ大公国では、イヴァン・ライテイの時代の1555年に、イギリスで初めての直居会社として設立され、当時のモスクワ大公国との貿易を独占した。設立のきっかけになったのは、ロシアの北を回り、中国へ達する最短航路を探索していた、リチャード・チャンセラーが1553年に、八海沿岸にたどり着き、モスクワへと到着した出来事である。彼は、 イヴァン来帝イイに越見し、イングランドに戻ると、セバスティアン・カボットや、ヒュー・ウィロビーら公会社や商人と共に、モスクワ会社を設立した。イングランドからは、スカンジナビア半島の北を回って、八海のアルハンゲリスクの港へ向かう航路を取り、陸路と河川で、ボログダ、コストロマを経て、モスクワへ向かった。しかしこの航路は冬は、海氷で閉ざされ、多くの危険が伴った。 モスクワ会社はヘンリー・ハドソンらを雇って、なおも北東航路を探索させているが、失敗に終わっている。この会社にはゼローム法制も深く関係した。あとのイギリスのアジア向けの東インド会社、新大陸向けのハドソン湾会社などの宣弁をつけた。あとに、モスクワ大公国がロシアに発展するようになると、ロシア会社とも呼ばれるようになった。 1590年代になって、オランダのウィリム・バレンツが、北東航路の開拓途上で、スピッツベルゲン島を発見し、クジラの理想的な魚場であることを確認したため、以後は、オランダとイギリスの船団による北極海捕鯨、競争が繰り広げられた。イギリス船団の主な運営者は、モスクワ会社で捕鯨船や私略船などを大量に北極海に送り、 オランダ戦から獲物を横取りする活動を繰り広げた。戦争一歩手前の激しい捕鯨競争は、1618年にスピッツベルゲンの分割と沿岸海域での捕鯨独占権の相互承認で一段落し、1630年代後半にはスピッツベルゲンのクジラは枯渇していった。ロシア側の事務所はトベルスカヤ通りに置かれ、そこにはセイアンデレ聖公会協会も建設され、 あたりは、モスクワにおける、イギリス人のコミュニティの中心となっていた。1917年のロシア革命後、この会社は事実上機能しなくなり、現在は、ロシア側に、西アンデレ聖公会協会とも関連した、事前事業団体としてのみ残っている。ありがとうございます。